アーメラントとは、オランダのフリースラント州にある、基礎自治体。オランダ北部のワッテン海と北海の間に連なる、西フリースラント諸島のアーメラント島にある。島のほとんどが、砂丘からなっており、主要産業は観光業である。島のコメアンブラが最初に登場するのは8世紀である。フリース人族長リーツック・ジェルマーが、自由領主支配を1424年に、 宣言するまで、ホラント博に長考していた。ホラント博に長考していた時期を含め、フリースラント国と新生ローマ帝国からも半ば、独立した自由領主支配の地位は、領主一族の仮民画家が,が1708年に断絶するまで続いた。その後、フリースラント州総督のオラニエーが領主となり、1813年のオランダ独立時に、島はオランダに編入された。 オランダ歴代国王は、現在までベルジアー・バン・アマランドの称号を保持している。1940年、ドイツ軍が島に渡り、1時間弱で島はドイツ軍に完全に掌握された。連合国がアーメラントを侵略しないようにするため、限られた軍事配備がされた。ナチスドイツが降伏した後1ヶ月、当のドイツ軍は1945年6月2日まで、 降伏しなかった。アーメラント基礎自治体には次の地区がある。ネスコート・ドンヘラデールのホルウェイ渡航の間を1日5便のフェリーが運行されている。所要時間は45分。アーメラント空港に旅客便は就航していない。島内に3路線のバスが運行されている。港とネスの間はフェリーが運行される時間のみ運行される。ありがとうございます。